PS250 は、かつてホンダ技研工業が生産発売していたスクータータイプのオートバイである。2004年6月16日発表、同月30日発売、形式名 BAMF09、N プロジェクト第5弾となる、排気量 250cc クラスのスクーターである。ラフ、タフ、コツをキーワードにシンプルでありながら様々な用途で、 独創的な使い方が可能な道具を目指し MF04 型フォーサイトをベースに開発された。このため搭載される MC04E 型水04、ストロークサイチェシー単気筒エンジン、前後連動のコンビブレーキオプションで、イモビライザーアラームキットが装備できる、プレワイヤリングなど多くのコンポーネンツを共有する。一方で独自装備としては、前後 90mm、 10段階のスライド機能を持つ加藤式シートを搭載し、運転者の大型バックレストとしても使用可能であり、空いたスペースはフラットで大きな荷台として活用することも可能である。また本モデルはビッグラッカスの社名で北米地区にも輸出された。以下の社退職を設定以下のマイナーチェンジを実施平成10年自動車、排出ガス規制適用車である本モデルは、 継続生産期限となり生産終了。ありがとうございます。